秋田県知事の佐竹憲久です。本日7都府県を対象に緊急事態が宣言されました。県内でも感染者が増えています。今こそ県民の力を結集し、秋田を新型コロナウイルスの脅威から守らなければなりません。県民の皆さんには密閉、密集、密接の3つの密を避けていただき、不要不急の県外、海外への旅行、出張の自粛をお願いします。県外から来られました方は、ひょっとしたら自分も感染しているかもしれない可能性を考えて、しばらくは外出を控えてください。体調が悪い方はすぐにコールセンターにご相談ください。これからもしっかりと県民の皆さんが必要とする情報を提供してまいりますので、冷静な行動をお願いします。絶対に新型コロナウイルスとの戦いに打ち勝ちましょう。